ウィリアム・ゾラックはリトアニアユルバルカス出身のユダヤ系アメリカ人の上国家。1932年に制作したロックフェラーセンターの中の劇場ラジオシティ・ミュージック・ホールのためのスピリット・オブ・ザ・ダンスが知られる。当時ロシア領であったユルバルカスにユダヤ系の家に生まれた。1894年に家族はアメリカ合衆国に移住し、 オハイオ州のクリーブランドに住んだ。リトアニアでの名前は、ゾラック・ゴーフィン・ケルであったが、アメリカの学校で、ウィリアムと呼ばれたので、ウィリアムを名乗るようになった。1905年から1907年の間、クリーブランド美術学校で学んだ後、1908年にニューヨークに出て、ナショナルアカデミー・オブ・デザインに入学した。1910年に、美術の修行を続けるために、パリに渡り、 私立の美術学校のアコダミでエラパレットに入学した。パリでは学生仲間のアメリカ人画家、マーガリートトンプソンと知り合い、1912年になってニューヨークで結婚し、結婚後の姓はゾラックを名乗った。帰国した後、1913年にゾラック夫妻の作品はアーモリーショーなどに出展され、批評家や一般の人々に知られることになった。作品は、 キュービズム、フォービズムの影響を受けていて、ゾラック夫妻はヨーロッパのモダニストのスタイルをアメリカに紹介した芸術家であった。ありがとうございます。